今日の訓練には25人の消防隊員らが参加しました。火災の訓練では地下の厨房から出火した想定で行われ、隊員が煙の中を実際に放水しながら進み消火活動を行いました。実際の建物を使った訓練について島田市を管轄する静岡市消防局は、隊員たちに臨場感や緊張感、メリハリが出ることが一番有効と話しています。